古くからあったからくり人形、人々をあっと言わせたい。まだ20代の久重、究極の技に挑みます。こちらがその考案図。そこにはあの弓引き童子のアイデアが。久重が傾ける並々ならぬ情熱、人々の目を驚かすことなり。東西東西、いよいよ弓引き童子の登場。とある倉庫で大切に保管されている弓引き童子。地上波初ではありませんが、今回特別に大公開と相なりました。久しぶりですか。久しぶり。そうですね。じゃあいつもこんな形ですね。うわあ、出てきたよ、出てきたよ。うわ、これですか。すげえ。うわー、これ実際に動くんですか。動きますね。はー、からくり師久重が精魂傾けた弓引き童子、200年前の作品です。一本一本丹念に作られた矢、美しくまとった着物、柔らかで洗練された表情。こっちが正面になるので、はい、山口さんその辺あたりでこう、この辺で見ます。一番、うん、はい、じゃあ動かしてみましょう。はい、はい、お願いします。これがあのゼンマイなんですけど、これを引くと、わわわわわわ、今あーすごい、すごい、首が動いてる。もう一回。顔の向きも完璧じゃないですか。文楽の人形を思わせる細やかな動き、江戸からくり師最高の技をとくとご覧あれ。矢台に矢がある分だけ、これを掴むとこれすごいよ。おお、すげえ。ずっと引き絞っていって、ここから頭寄せてくんだよね、はい、狙ってんだよね。うわー、いやー、すごい。これが全部ゼンマイ仕掛けでメカニズムで動くんですね。それではそのからくりをお見せしましょう。これはあの糸引き、糸でこう引くような形で作られてるんですけど、そんなに機械的ではないですよね。どちらかというと人間的ですよね。カクカクしてないですよね、はい、全部あの柔らかい動き方をしますね、はい、そうですね。人形の動きを決めるのは11本ある操り糸。そのうち顔の動きには半分以上の6本。これで実に自然で細やかな表情を生み出しているのです。
その操り糸を動かしているのがチャコビ人形でも使われていたカム。なんとカムが7枚も。ゼンマイによりカムが動き、下の板に連動、操り糸を動かし、新たな人形の動きを生み出す仕掛け。カム独特のカーブが人形の柔らかな動きに反映します。また板に2本の糸をつけることで、一つのカムで人形の顔と右手両方を操ります。さらに別のカムは右手の縦の動きと連動、こうして立体的な動きが作り出されているのです。しかしこれでもまだ満足しないのがからくり義右衛門で、まあ、ゼンマイの力をどうやって均等に伝えるかっていうのがまたちょっと難しくて、そこにちょっと三角形になったサザエ車っていう。サザエ車、はい、サザエの形をした滑車、サザエ車。最初は強く、次第に弱まるゼンマイ。サザエ車はその力を均等にしてしまうための滑車。ゼンマイと結びついた糸がサザエ車を回転させ力を伝えます。最初力の強い時、先端を何周も回転します。力が弱まるにつれ、円周の長い部分を回り、少ない回転で同じ距離だけ動きます。これで弓を同じ力で放てるのです。当時 その西洋から入ってくる時計の中にはこういう仕組みがたくさん入ってたんですね。でも日本では金属のゼンマイというのはあまり作られなかったので、こういう機構はなかなか使われなかったんですけども、力がかかりすぎちゃうの、ですから久重以外はこういうゼンマイ使ってないですね。使えなかったって言った方がいいですね。弓引き道時のゼンマイは当時としては珍しい金属製。クジラの歯に比べて数倍強く働くため、サザエ車が使われていたのです。西洋の時計を応用したと思われるサザエ車、それは久重のただならぬ探求心の賜物。弓引き道時の自然な動きはこうして生み出されていたのです。からくり人形ってもう本当にちっちゃい頃からいろんなところで映像とか見てますけど、はいはいはい、割とやっぱりロボット的というか、カクカクしてるようなそうですねイメージが多いんですけど、こんなにしなやかに動くからくり人形っていうのは初めて見ましたね。そうですね。それがやっぱりこの人形のすごいところで、本当に自分の子供だとか人形と人間と同じような頑張れって思わずこう拍手をしたくなるので、弓引き道時で名を轟かせ、久重の才は花開き。